日本鹿児島県薩摩仙台市組崎町組崎町は、鹿児島県薩摩仙台市の町、旧薩摩国薩摩郡高校、五組崎村、薩摩郡、江村大和久し崎、川内市、組崎町。郵便番号は895-0132。人口は368人、世帯数は234世帯。川内川の川口付近の左岸に位置しており、西部は東。 シナ海に面する。久し岬の港である、久し岬浦は、江戸時代には、薩摩藩の軍港となっていた。町域の西部の海岸には、九州電力の川内原子力発電所が、所在している。薩摩仙台市の古式島列島を除く西端、川内川川口部に位置している。阿駅の北方には、港町、湯島町、南方には、寄田町、東方には、 高江町がそれぞれ接しており、西方には東、品川が広がっている。久し岬の西部には、寄田砂丘と呼ばれる砂丘が形成されている。また、川内川には、港町とを結ぶ川内川口大橋が通っている。南部には、九州電力の川内原子力発電所が所在しており、付近には原子力発電所展示館が所在している。久し岬という地名は、 室町時代より見え薩摩国のうちであった。資料としての所見は、平安時代の忍寿三年の日本文徳天皇実録に、薩摩国公女前福寄売りと記載されており、前は久し見さのこととされている。文禄四年の所領替えの際に久し見さは、家道院地方に入部した北郷氏の所領となった。その後、慶長六年頃には、北郷氏が、日向都,都の城に復帰したため、 以降、久美崎は、島津市の直轄領となった。久美崎は、対岸の京白と共に川内川川口の入り江となっており、天然の良好を形成していた。そのことから久美崎は、島津市の軍港的性格を持つようになった。久美崎の港からは、慶長2年に文、文禄慶長の役に出兵する、島津義弘ら薩摩軍が出版したほか、慶長18年には、 人質として差し出された、島津義弘の娘と孫娘が江戸に向け出向している。江戸時代の久島みの江,津江戸時代には、薩摩国薩摩郡高江郷のうちであった。村高は、五門雑誌及び、天保郷町では240国余り、三州五地西洋欄では292国余り、急行急量取調べ町では343国余りであった。江戸時代には、 対岸の軽白が商校として栄えた一方で、久島岬は、軍港造船場として栄えた。官営年間に、水引橋星原にあった船手と呼ばれる帆船の管理や貿易の取締りを行う役所が、当地に移され、薩摩藩より船奉行及び久島岬奉行が置かれていた。久島岬には五船手に関する建物として、長者一棟、米倉二棟、 金庫一棟、千具総代一棟があり、向かいだから川内川を下ってきた川船は、久し岬先で貨物を乗せ替え長崎や下関へ開港していた。江戸時代後期に、薩摩藩によって編纂された三国名称図絵には、久し岬先について以下のように記述されている。久し岬・先、久しは、東遊の北西端にして、すなわちその一村の名とす、 西面は大会に臨み、北面は仙台川に沿い日、海口ここにありて、河しに湾曲をなし、感染停泊の養子になり、税を久しみ、先選手といい、水引き軽泊に、対岸す、竜に従つて、崖を切るもの、この地をもって、最小とす、三国名称図巻11また、川内川は、大口や宮野城方面の物資の輸送路として、重要な水路となっていた。 当地には造船工場があり、幕末には軍艦カスガマルが建造されたとされている。過人であったよさの鉄艦は以下のように読んでいる。船5つ、組先に着く、乗るは皆心に持ちぬ、新しき夢、よさの鉄艦組崎町に建設された川内、原子力発電所1889年4月1日に町村制が施行されたのに伴い、高江郷にあたる高江村、 久しみ、村村、寄田村の区域より、薩摩軍港江村が成立した。それに伴い、それまでの久しみ村は、高江村の大技、久しみとなった。第二次世界大戦中の1945年7月29日には、アメリカ軍によって、久しみ、佐紀方面の銃撃が行われ、翌日の7月30日には、 川内川上流から現れたアメリカ軍の爆撃機によって、総労小学校が銃撃された。当時総労小学校には、食料増産のために借り出された児童らが集合しており、校庭の竹藪に避難した児童7名が犠牲となり、9名が直撃弾により負傷した。その他、久し岬先の住民の1名が銃撃によって負傷し、後日死亡している。 1956年9月30日には、高江村が、薩摩郡栄里村と共に、川内市に編入された。同年の10月19日に、鹿児島県広報に掲載された、市村の配置文号に伴う、大技の廃止及び町の新設により9月30日付で、旧江村大技久島みの区域をもって新たに、川内市の町、組崎町が設置された。 1977年12月17日に内閣総理大臣であった福田武雄は川内市ぐ崎町に原子力発電所を設置することを許可した。この地区への原子力発電所の設置計画は1964年に浮上し、同年には川内市議会、1965年には鹿児島県議会において原子力発電所設置に関する請願が採択された。 計画浮上以降、1974年には、組崎町の主婦による反対署名運動や川内原発建設反対連絡協議会が設立されるなど、原発建設賛成派と反対派の論争が繰り広げられていた。1978年には、川内原発1号機の起工式が行われ、1983年には1号機が発臨海に到達し、 翌年の1984年には営業運転を開始した。続いて2号機も1985年に営業運転を開始した。2004年10月12日に川内市、東郷町、入木町、下道院町、日脇町、下古敷村、上古敷村、鹿島村、里村が新設合併し、薩摩仙台市が設置された。 この市町村合併に伴い設置された法定合併協議会において川内市の町、字については現行通りとする、と協定されたため名称の変更は行われずに薩摩仙台市の町となった。以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。久し岬間郵便局薩摩仙台市立総労 小学校組み町にはかつて、薩摩仙大私立総労小学校が設置されていた。薩摩仙大私立総労小学校は、1873年に、外城第36教校の文校として設置され、1876年に小学校として創立した。1879年に久しみ小学校、1880年に総労小学校と改称し、 1886年には、神以下、1892年には尋常小学校となった。2012年3月25日に平行式が行われ、2012年度より、薩摩仙台私立水引小学校に統合された。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。